トルシキノドンは、中世代三条軌期に生息していた、単ユミ類の絶滅した属。単ユミツナ十ユミ目キノドンアモ目、エクテニオンカに属する。ただイシティ・ライオグランデンシスのみが、ブラジルより産出している。キノグナトゥスなどの絶滅によって空いたニッチに入り込み、大型肉食動物となった。化石は、サンタマリアルイソから発見され、 研究の結果、アルゼンチンのイスキングアラストゾーに生息していたキノドン類エクテニオンと類縁関係があったことがわかっている。現状トルシキノドン以降に大型化した肉食性キノドン類は報告されておらず、こうした動物は三上期末の大量絶滅に巻き込まれて絶滅したと見られている。トルシキノドンは成長すると小型の表ほどにまで成長した。さらに本種は 後期三条期から発見されており、これは、キノドン類が、シュ種類類との競争に敗れて小型化していた、とする従来の説に疑問を投げかけている。肉食性キノドン類の例に漏れず、強力な後長く伸びた、剣士、複雑かつ鋭利な方馬を備えていた。また剣士は、ゴルゴノプスアモクほどではないにしろ潰れ気味の断面を、持ち、ゴルゴノプスアモクのような切る能力とテロケファヌス類の、 ような刺す能力の中間を持っていたようである。トルシキノドンは厳密には直立保護を獲得していなかったが、死行性であった可能性が指摘されている。このためトルシキノドンは現在の哺乳類並みではないにしろ優れたランナーだった可能性がある。ありがとうございます。